はい、皆さんこんにちは。写真家の石井理子です。今回のお題はクジャクヒバです。ヒバっていろんな種類あるんですけれども、これお店でよく見かけると思うんですね。どんな時見かけるかっていうと、クリスマスの時期に結構出回るんですね。リースを使う作る道具になるんですね。結構綺麗なんですよね。こういう感じでグリーンもありますし、黄色いところもあるっていうような感じで、結構これ使われるんですよ。ちっちゃくしてこうリースにしたり、もうこれなんかクリスマスツリーみたいな感じですよね。こうまっすぐ立ててるだけでも、結構その12月によく見かける植物なんですけれども、フラワーポートレートではお花だけではなく、こういう木のものも取っていきますね。もちろん植物ですので。じゃあこういう木を取る時、どういうふうに取るとうまくいくかっていうのを今回やっていきます。でこのクジャクヒバです。でまずいつもみたいに心の栄養剤ですよね。まず普通に取ってみましょう。こう全部なんでこれ1個にしたかっていうと、ちょっとこちらの都合なんですけれども、背景が足らないんですね。この大きいまんまだったら、これ1メートル以上あるんですよ。ちょっとこれ撮るにはちょっとこの場所だとバッグが足らないんですね。バッグこれこのぐらいのものを撮ろうとしたら、まあだいたい目安として倍いるんですよね。これのとそんなにちょっとうち天井高くないんで、このまんまじゃちょっとここの場所では取れないんで、ちょっと切り出してみます。まあ同じような感じでこうまっすぐになるような感じで取っていただきたいんですね。でこれまた向こう縦なんで、縦になるようにしてあげて、もう普通にピント合わせて真ん中でいいです。真ん中にバンって立ってるように、クリスマスツリーみたいな、もう普通ですからね。普通に撮ってまず安心しちゃおう。で左斜め上45度から撮っていきます。こういう写真になります。まあ普通ですよね。で真ん中にまっすぐにドンと立てて、クジャクヒバっていう感じで1枚まず撮ります。じゃあまあこれじゃあちょっとこれで終わりじゃもったいないですよね。せっかく持ってきたんで。でその時今のこれこういうのの 1個ポッて取っちゃったんですけれども、これだけだとやっぱりクジャクヒバ感ってあんまり出ないんですよね。クジャクヒバってどういうふうに入ってるかっていうと、こういっぱいバーンと入ってるんですね。こんな感じで、こういう感じなんで、やっぱりこういう感を出したいんですね。でそういう場合はやっぱり少しこれじゃと取れないんで、少しいっぱいあるようなものをちょっと被写体にちょっとチェンジして、だから2個使うからって2本いるっていうわけじゃないんですよね。ちょっとちっちゃくして使おうという感じです。で今度さっきは全体を撮ったんで、今回アップを撮ってみますね。アップっつっても近寄るっていう意味ではなくて、例えばここにピントを合わせてみて、被写界深度を変えるとどんな感じに変わるかっていうのをやっていきたいと思います。まずその前のここにピントを合わせます。でこのフラワーポートレートのいいところはもう相手が動けますんで、カメラはあんまり動かさずに向こうを動いていただいて、今ここにピンときてます。でまず 5.6 で撮ってみます。 F5.6 と F5.6 で撮るとこんな感じになってます。前の方はピントが
来てますけど、 5.6 って結構浅い絞りなんで、後ろの方はバッとボケちゃってると思うんですね。でもこういう F5.6 だとこういう感じになってるんです。じゃあ今度極端にもう途中11とかそういうのは飛ばして22まで絞ってみて、22まで絞った場合どういう感じになるかって、同じ画角で撮ってみます。じゃないとちょっと比べにくいんで、22に今絞り変えました。ライトは光量も一緒です。で同じ感じで22まで絞るとこういう写真になるね。22かなり後ろの方までピントの幅が来てるんですね。いつも言ってるみたいにピントっていうのは基本的に一面にしか来ないんですけど、絞ることによって前に少し後ろにいっぱい被写界深度ピントが合ってるように見える範囲が広がるわけなんですね。でそれが22っていうとこういう写真になったわけですね。少し 5.6 と22を比べるとやっぱり随分違うと思うんですよね。被写界深度の差で少しクジャクヒバのもうワシャワシャっていう感が出てきたと思うんですね。じゃあこれもう少しこれだと何の写真撮ってるんだか分かんない感じになっちゃうんで、もう少しクジャクヒバ感を出したいっていうと、クジャクヒバっていうのはこれでも分かるようにもしゃもしゃっと生えてるんですね。ぶわっ一個スッと生えてるわけではなく、だからこういう感じを出したい場合はもう少し離れて撮ってあげる。カメラちょっと被写体を少し後ろに行っていただいて、でちょっと構図を整えてあげるとこういう感じ、このぐらいの距離でまた同じ感じで、で絞りは22のまんまです。さっき22に変えたんでそのまんま撮ってみます。で F22 で撮るとこういう写真になります。となんとなくこうクジャクヒバ感っていうのが出てきたと思うんですよ。やっぱりそういう植物ってその実物を見ないとどうなってんのかっていうのがなかなか分かんないと思うんですね。クジャクヒバ知らない人にクジャクヒバってこういうもんだよって説明するときにこう写真を見せる場合、最初の一番最初に撮ったのを見せちゃうと、ああこうなんか寂しく咲いてるもんなのかって勘違いされちゃうときがあるんですよね。じゃなくてクジャクヒバっていうのはもっともしゃもしゃっと生えてるもんだよっていうのを出して、今ちょっと離れて撮ってみたんですね。で今22で撮ってみました。でこれでちょっとまだわからないっていうのはもう少し離れてみましょう。でもう少し離れてみてピントを調整、構図をちょっと離れて、もっともしゃもしゃ感、画面いっぱいがもしゃもしゃっとなるようにこう、でこの状態でならなければもうあえて動かしちゃう。こう覗きながら、あこういう感じだったらもしゃもしゃっていうのが画面いっぱいに出るなって、そこでもう動かせますんで、画面いっぱいにもしゃもしゃ感出そう。で今回また F22 で撮ってみます。今回はもう全部同じとこから当ててます、光を。とこういう写真なんです。画面いっぱいにもしゃもしゃと、これ1枚目の写真と比べると、あこうやっていっぱい入ってるもんなんだっていうのが分かると思うんですよね。そういうような感じでフラワーポートレートっていうのはもうお花のその生態も出してあげたいんですよね。こう入ってたよ、一本で入ってるもんではないんで、もしゃもしゃこういうもんだ、でこの写真を見せると、あこういうもんなんだっていうのが大体分かってくるんですよね。でこれでもう基本的に終わりでいいんですけれども、最後にやっぱり印象的なのを
ちょっと1枚取っときたいんですよね、クジャクヒバ。今ので大体クジャクヒバの生態分かりました。じゃあちょっと印象的に取ってみるっていうと、まあこの中からちょっと1個代表選手を出して、じゃあクジャクヒバってどういう感じなのか、まあアップの続きですよね、こういうような感じにしてあげて、今度下から光らして、まあ浮き上がらせる無影撮影ですよね、無影撮影をしてあげてどういう感じになるか。まあこれ目立たさせない時によくやる手法なんですけれども、日の丸写真ですよね、そのものを真ん中にドンと置く。これあんまり写真の本とかではあんまり良くないよって書かれてることが多いと思うんですけれども、そのものをドンと目立たせたいっていう時にはすごくいい構図なんですよ。もう他を見せないで、もうこれ見せたいんですよっていう時、日の丸構図にしてあげるといいんですね。もうじゃあこれで今まあど真ん中にいるんで撮ってみますね、どんな感じになるのか。下から光当ててます、で上は同じです、左斜め上45度、これ変わらないです。で撮るとこういう写真になる、白い背景にクジャクヒバが1個ポン、印象的ですよね。よくこれ暗いのでもやるんですよね、アンシアライティングでもやるんですけど、今回は明シアライティングでもう周りをぶっ飛ばして白くして浮かび上がらせるような感じで印象的な写真にするとこういう感じになります。これでもクジャクヒバ、あ、さっきので全体が分かったんですね。で今回は部分を分からせるために撮ってみたんですね。でなおかつ印象的になるように日の丸写真、思いっきり日の丸です。でもあ、こうやって黄色いところもあるし青いところの葉っぱもあるんだっていうのが分かるんですよね。これをクローズアップしたんで、だから両方必要なんですよね、写真って。全体が分かる、そのものも分かる。だからこの2種類最低でも1回の撮影では撮ってってほしいんですよ。で今回はもうストロボの位置は常に固定だったんですね。でストロボの位置をもうこう変えてったりするといろいろ変わりますんで、この今日のはこう一例です。もう同じところから光を当てても構図、カメラの位置、被写体の位置変えるだけでこんな感じに変わる、絞りでもこれだけ変わりますよっていうのの紹介でした。で木のものの被写体をやってみました。これからもいろんな植物をあげていきますんで、ぜひご視聴よろしくお願いいたします。今回はこの辺で終わらさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。